はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。前回からの続きです。さあ、次は出力の状態を決めるフリップフロップです。フリップフロップは考え方は単純ですよね。このリセットの信号とこのセットの信号、あるいはもう一つマスターリセットっていうんでしょうかね、インヒビットって書いてますけど、これの信号のこの3つでこの出力 Q の論理を決める。論理っていうのは1か0か、トゥルーかフォルスかっていうことなんですけど、ここに丸がついてるのでね、これはトゥルーが0ですよね。回路図は例のごとくディスクリートの中から必要な部分だけを抜き出して余計な部分は消しました。それでここがいわゆるフリップフロップの部分になるんですね。ちょうど真ん中にありますけども、少し見やすくなるように拡大しましょう。ここがリセットの信号、ここがセットの信号、そしてこれがマスターのリセットの信号ですね。でここの部分、リセットコンパレーターとかセットコンパレーターでもうシミュレーションしたので論理方向は分かってますよね。リセットをしたければここに電流を流せばいい。でこちらの方はセットをしたければ電流を切ればいいという論理でしたね。そしてここのリセットの方もこれはリセットをしたければこちらのグランド側に電流を引き込めばいいというふうな形になっています。デジタル的なことなので、ここは説明は割と少ないかもしれませんけども、今までにないこの信号、このロードというこの信号源についてちょっと説明をしたいと思います。今までにもあまり出てこなかったと思うんですけど、マウスの右クリックをします。そうすると今までの電流や電圧の信号源と同じものが出ます。ですから内容的にはここ電流でパルスで 0mA と 1mA で、3秒後に 0.5mm 幅の電流を流す、いわゆるパルスが出るっていう、そういう設定ですよね。その中でですね、ここにですねアクティブロードですっていうふうなスイッチがあるんですね。でこれをチェックしています。アクティブロードはですね、負荷として使うときに用いるのは普通なんですけども、ここではちょっと違う使い方をしてしまいました。どういうことかというと、ここに流れる電流は普通低電流ですとね、無理やりその電流を流すんですけども、この負荷ロードっていうチェックが入っていますと無理やり流さないんですよね。低電流より電流が流れる量が少ない状況だと、もうその少ないままというふうなイメージなんです。で十分電圧が揃っている場合にはその低電流分だけの電流を流すという、そういう仕組みになっています。シミュレーションしてみます。こんな風な感じになりました。ちょっとだけ解説をしますね。まずここ拡大しましたですけども、この I3 の電流、ここに I かっこ I3 ってなってますね。 I3 の電流、これ見てもらうと分かるように1ミリの電流設定っていう風にしているんですけども、実際ここでこんな風に流れているのは 0.1 ミリぐらいですよね。それはここの電圧が十分その1ミリを流すほどのレベルになってないと、つまりここがもうすでにグランドになっちゃっていると。ざっくり言えばこの信号、この区間でグランドにショートさせたというふうな、そんな状況でしょうかね。そしてあと I2、I3 とあるんですけども、 I2 はリセットの信号、I3 はセットの信号っていうふうな形で用意しました。ですから最初マスターリセットをします。次にここでセットをします。その次にここでリセットをしますというふうな順番になりますでしょうか。その状況でここの QN、N って書いてあるネガティブの意味ですけれども、Q バーということですよね。QN の信号を見てみますとこうなっています。
ここでマスターリセットがかかった時、当然1、このロジックの中では論理1はだいたい 1.4 ボルトぐらいになってますね、まあ、1になりますと。そうしてここでセットの信号が入るとここで、ローになりますと。これはローアクティブですからセットがかかると0になるわけですよね。でここでセットの信号が切れてますけれども、終わってますけれども、それでも一度セットされたローを確実に保持していますよね。次にリセットの信号が入るとまたリセットでハイのところに戻るというふうな形で、マスターリセット、セット、リセットという順番で、まあ論理回路として動いているということですよね。フリップフロップとしてはこんな風にトランジスタを向かい合わせにして、お互いのコレクターの電位かなんかをベースに取り込んで、まあ、片方がオンになった時は片方がオフになると、まあ、その状態をずっと維持して、何かトリガーをかけるとその状態がまた反転するという風な形になるので、まあおおよそこんな風な感じの回路になるんですね。まあ、これはもう皆さん割と気軽に、ああそうですねっていうふうに理解できると思うんですけども、ここにですねちょっとした一工夫があるんですよ。ここのこのトランジスタの向かい合わせ、ベースからこちらにコレクターに線がこうつながっていますね。この形は実はカレントミラー回路なんです。カレントミラー回路っていうのは電流を移し取るというふうな意味で、まあ、ここに流れている電流とこちらに流れている電流が等しくなるように働く回路なんですね。このベースがこちらの方につながっていますので、まあ、マスターはこちらなんですね。でスレーブはこちらなんですよ。つまりマスターに流れている電流と同じ電流がこちらのスレーブの方にも流れています。まあ、常にそういうふうにできるだけなるような、そういう回路なんですね。ということであれば、ここどうなってるかっていうのを調べてみましょう。プローブを当てて見ればいいわけですから、ここでクリック、あるいはここでクリックってことをすれば、ここにこんな風に出てくるわけです。 IC914 と IC916 ということで出てきまして、まあ、これ見ますとですね、ほんの少し差があるんですけども、同じような変化をして同じように流れていますよね。こちらの914の方が560マイクロぐらいの時、こちらの916もやはり同じようになってまして、914の電流が増えるとこちらも同じような感じで、ちょっと差はありますけども増えていますね。つまりマスターに流れている電流とスレーブに流れる電流はできるだけ等しくなるように動作するわけです。でそこで親って思いません？もともとこれフリップフロップですから、どちらかがオンになった時どちらかがオフになっているわけですよね。こちらがオンになっているということは、こちらがオフになっているので、この Q のレベルはハイレベル、つまり 1.4 ボルトになっている、この区間のことを言っているわけですよね。でこの区間の時にこちらに流れている電流のミラーをここに流すってどういうことなのっていうふうに思うわけですよ。それはここがオフになってこっちに流れていませんから、その同じミラーの電流はこちらの方にこう流れていくわけですよね。つまりこれは出力側に規定の電流を流すために工夫された回路なんですね。まあ、抵抗とかそういうのを用いますとね、電源電圧とかそういうものによって電流値が変わったり、ドライブ能力が変わったりするので、まあ、電源電圧依存性が出てくるわけですよね。まあ、そういったことをできるだけ排除するために、こちらのマスターに流れている電流と同じものを必ずスレーブに流すということで、このフリップフロップの出力のね、ドライブ能力を保証していると、そういう回路になっているわけですよね。こちらの917のエミッター電流、ここですね、917のエミッター電流を見ますと分かりますよね。フリップフロップの出力がポルスの時、つまり電圧としては 1.4 ボルトの時っていうのは常に 0.4 ミリぐらい流れていて、そしてフリップフロップがツルーの時、まあ、0ボルトの時ですね、その時にはちゃんと0になっていて、つまりこの両方の区間の電流を保証しているわけですね。いよいよ最後の出力アウトプットとディスチャージのピンですね。まあ、評価するにあたって、まあ、回路図のコンパレーターの部分はあまりいらないので、ここは技術的にフリップフロップを評価した時と同じようにこんな信号を入れました。まあ、そしてですね、
今度は出力段がちゃんとついています。で、フリップフロップをセットリセットする手順は、フリップフロップのテストの時と同じです。まあ、とりあえずシミュレーションしてみましょう。こんな風になります。まあ、最後の出力の論理は全く正論理になってますから、最初こうリセットをかけるとですね、こうリセットになっているわけですね。そしてセットをかけるとまたセットになるわけです。そしてリセットをかけるとリセットになるっていう、まあフリップフロップの出力をバッファーしただけなので、まあ論理が反転しただけの話ですよね。バッファーの出力はいわゆるプッシュプルの形になっていて、電流をこちらから供給することもできれば、こちらから引き込むこともできるというふうな形になっていますね。では出力に抵抗だけじゃなくって容量負荷もつけてみましょうか。はい、こんなような容量負荷をつけて電流を測るために1オームをここへ入れました。これでシミュレーションしてみます。ちょっと電圧が下がりましたね。それで引き込んでいることを確認するためのこの抵抗をちょっと電流で見てみましょう。こんな風に出ましたですね。供給している時にこれだけの電流、まあ瞬時にこうピークで、もう一瞬なんでこう見えないんですけど、どんどん拡大してこんな感じで、電流がこのコンデンサーに流れ込んでいるということですよね。逆に引き込んでいる時はこういう風にマイナス方向に550ミリのもうすごいピークで流れ込んでいると、ここからコンデンサーからこのトランジスタに流れ込んでいるというふうなことですよね。ですからすごく細かい時間で見るとこのアウトの信号がこうだらっとこうなっていますよね。それとあと出力として555はここにディスチャージっていう出力を持っているんですね。これはアウトと同じ論理方向なんですけども、違っているところは引き込みだけしかないんですよ。供給はないんです。ですからここのプルアップの抵抗がないと出力が出てこないんですよね。今ここプルアップの抵抗があるので、このディスチャージのピンここに出ていますけども、この抵抗を外してみましょうか。これでシミュレーションしてみます。まあ、こんな風に、まあ、信号が出てこなくなるわけですね。当然ですよね。ここから供給する能力がないわけですから。ですからディスチャージはだいたいこういう風にプルアップをつけて、ある時定数を決めるためのコンデンサーがついていて、まあ、こんな形になるわけですよね。まあ、シミュレーションした結果がこちらにありますけども、こういう形でカーブでチャージされていく。これディスチャージがオフの時ですよね。それでディスチャージがオンになるともう急所にこうポコンとこう落ちているわけなんですけども、ここにも抵抗をつければディスチャージのこの時間も変えることができるわけですよね。このような R と C の時定数回路をつけて動かすと、まあ、ディスチャージの信号はこういうふうになりますけども、この交点の信号っていうのはこういうふうにダラッと上がってまたダラッと下がると、まあ、ディスチャージの時にこうこの抵抗が電流制限抵抗になっているということですよね。ディスクリート555いかがでしたでしょうか。もう誰もがお世話になっているこの555、これを機会に調べることができて私としては大変良かったです。